はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、準防火地域内の建築制限について解説いたします。前回防火地域内の建築制限を解説しました。で、防火地域内では密集市街地だったりとか繁華街だったりとか、まあ、そういった駅前の建物が密集する地帯、そういったところで指定するんですけども、今回の準防火地域っていうのは都市部の住宅街で指定するんですね。比較的幅広い地域で指定されてきます。で、まあ、どこに指定するのかっていうのは、まあ、イメージだけ頭に入れていただければ全然問題ないです。で、重要なところで言うとこの図ですね。この図とこちらの内容になってくるので、まあ、ここを解説していきます。準防火地域内の建築制限ですね。で、まず建物の階数が4階以上、これは地階を除きます。防火地域内の建築制限では地階を含んだ3階以上っていう風な言い方をしたんですね。地階含んでるんですよ、防火地域内は。一方で準防火地域内っていうのは地階を除くので、地下1階地下2階あろうが、これは無視をして、地上4階建て以上の建物についてはもう耐火建築物等にしてくださいねっていう内容なんですね。また延べ面積が1500平米を超える建物、これについても耐火建築物等にしてくださいねというルールです。で、続いて3階ですね。3階の建物、地上階数3階の建物については準耐火建築物等でもいいですよ。まあ、もちろんそれよりも延焼防止性能が高い耐火建築物等でもいいですよってことですね、3階。また延べ面積でいうと500平米を超えて1500平米以下の建物ですね、まあ、そういったものについても耐火建築物等でもいいし、準耐火建築物等でもいいですよという内容です。なんで、まあ2パターンに分かれるってことですね。4階以上、地上階数4階以上、または1500平米、延べ面積1500平米を超える建物の場合は耐火建築物等にしてください。また3階もしくは500平米超1500平米以下の建物については準耐火建築物等でもいいですよ、まあ、もちろん耐火建築物等でもいいですよっていう話です。まずここですね、頭に入れましょう。で、続いてこの緑の斜線部分見ていただきたいんですけども、ここっていうのは地上階数2階以下かつ延べ面積が500平米以下の建物です。この建物でかつ木造建築物だった場合の話を今から解説していきます。外壁および軒裏で延焼の恐れがある部分については防火構造にしてくださいねという話です。地上階数2階以下でかつ500平米以下の木造建築物の外壁と軒裏ですね、これについては防火構造にしてくださいねってことですね。外壁っていうのは、まあ、外の壁ですよね。これ建物と仮定したらここですよね、こことかこことか。で、軒裏ってどこかっていうとここです、この部分、この部分が軒裏ですね。屋根が外壁から飛び出していたこの裏部分ですね、これが軒裏です。で、この部分で、まあ、炎症の恐れがある、つまりどん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 燃え広がっていく可能性がある部分については防火構造にしてくださいねと、まあ、いう話です。で、一番最初に、まあ、比較的大きな建物については耐火建築物等であったりとか準耐火建築物等にしてくださいねっていう話をしたんですけれども、まあ、例外として耐火建築物、準耐火建築物等にしなくてもいいものがあるんですね、まあ、それをお伝えをします。木造建築物に付属する高さ2メートルを超える門とか塀で延焼防止上の支障がない構造を持つものについては、まあ、耐火建築物だったり準耐火建築物にしなくてもいいよっていう話です。まあ、例えば4階建ての建物がありましたと、4階建ての建物があって、その建物が木造建築物だったと仮定します。これ木造建築物であったとしても、これ耐火建築物等になる場合があるんですね。まあ、最近ですね、やっぱり技術開発っていうものが進んできて、木造であっても
炎症防止性能がすごく高いものも出てきてるんです。そういった木材も出てきてるんですね。まあ、そういった木材を使うと木造建築物であったとしても耐火建築物等に含まれてくるんですよ。だからまあそういった建物と考えてください。そういった建物に付属する高さ2メートルを超えた門とか塀、まあ、これについては例えばコンクリートだったりとかにしたらこれは炎症防止上支障がない構造になりますんで、まあ、これは耐火建築物とか準耐火建築物とかにしなくてもいいですよと、まあ、言った話です。なのでまあこれも考えていただいたら、まあ、当然の話なんですけども、まあ、このあたりちょっと覚えなければいけない内容なんで、まあ、何回か動画を見ていただきながら頭に入れていっていただければと思います。特に準防火地域内については木造建築物っていうのが一つのキーワードになってくるので、あ、木造建築物に関するルールがあったなってところをまず頭の片隅に置いときながら細かい内容を頭に入れていただければと思います。そして弊社リトスは個別指導を行っております。まあ、個別指導では今回のように、まあ、具体例を入れながらまたできるだけ分かりやすく解説をしております。理解をしながら学習すれば宅建試験1回で合格できる資格なんで、もし次の試験で絶対合格したいというのであればぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオンでした。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。